じゃあこんにちは、はい、小高さん、はい、ジャイアンツです。またもうね、言わないでくれよ。ね、ジャイアンツおじさんとか、それ一応おじさんなわけないわけ。そうなんですよ。ただ問題が起きるわけよ、よくね、ジャイアンツは。そうなん、何かしら、ね、良きも悪きもそうなんですよね。そう今日は、ね、言っとくけど、はい、広島嫌いじゃない。ね、広島むしろ郷土に近いから好きな球団だから。そうですよね。そうそうです。これは一言言っておこうというところで、またその仲のいい昔の選手とか、うん、広島多いから、まあ、言っとくけど。そうですよね、うん、吉彦さんもそうですよね。吉彦さん、山崎隆三とか勝川さんとか、はい、大野豊さんとかもさ、はい、川口さんもそうだけど、はい、仲いいし嫌いじゃないから言っとくから、はい、一言言っておきます。さあ、何の巨人の話題かというと、久しぶりです、中川投手が支配下選手登録されるとまあそうだね、はい、ようやくです、はい、まあ手術かな、はい、から復活してね。そうなんです、まあ、やっと戻ってくるというね。まあ昨年腰痛の影響で一軍登板なしに終わって、オフに育成選手として契約、はい、ということで、まあ今シーズンはイースタンリーグで連投もこなすなど、はい、5試合に登板してここまで防御率ゼロというところでようやく上がってきます、支配下登録と。そうだな、待ってます。慌ててなかったらいいけどね。そうです、ね、まあ、今その巨人の中継ぎ投手陣が崩壊気味だから、だからそれでも中川もうちょっと早いけど来いやみたいな、そういうことじゃなかったらいいけどね。原監督であったり、例えば阿波のピッチングコーチだったり、やっぱりできればなるべく一日も早く上がってきてほしいって気持ち。そりゃそうだよ、そりゃそうだよ、まあ、中川というのは実績もあるしね、はい、だからそういう意味では、まあ、左の貴重な中継ぎにはなってくれると思うんだよ。そうですね、平内もね上がってきたし、はい、まあ、中川も上がってくる、まあ、支配下だからまだ登録されるかどうかは分かんないけどね、はい、まあ、でも支配下にするっていうことはもう登録するでしょ。まあそうでしょう ね、 そうだよね。そしたらある程度こう投げれる、ある程度実績があるというね、まあ、そういう選手たちが揃うとちょっとブルペンも落ち着いてくるかなというね。ちょっとそうですね、だから、まあ、田中とかさ、あの、はい、直江とかちょっといい時期あったけどもね、はい、ちょっとやっぱこう実績という経験としてすればちょっと薄っぺらいよね。まだそうなんですよ、ね、うん、だからやっぱり何かちょっと失敗したとか何かやらかしたって言ったらやっぱ精神的に来るよね、体力的なものよりもね、うん、だからそういう面では、まあ、少しタフな選手たちが帰ってくるかなというね。そうですね、うん、で同時にその松井颯投手、育成ドラフト1位の、はい、も支配下選手登録されるというところで、やっぱり投手陣をっていうところがあるんですね。まあそうだね、ある程度やっぱホームランも出てるし、はい、点も取れてる、で得点なんてセ・リーグで1番でしょ、はい、でも失点も1番なんだよ、はい、何でも1番が好きだから。そうですね、だからなんて言うんだろうな、まあちょっと抑えれば少し上に来れるかなと思うよね。ただじゃあ中川投手がこの中継ぎに加わることでどういうふうに変わっていくことを願ってるのか。やっぱね、一番いいのはこう はめていくっていうことで、相手を、まあ、自分たちもはめたものを作らなきゃいけないんだけども、まあ、例えば平内が7回、はい、8回が中川、9回大勢、これではまったってなると相手もあーもうちょっと厳しくなるなって、おい7回からあいつが出てきて抑えはこれだぞなってくると、やっぱ戦いにくさっていうのが出てくるよね。今まではいやいやもう接戦なっとけ、接戦にそうですそうです、ね、うわなんとかなるからみたいな、先発を下ろせみたいな、先発はある程度頑張ってるからね、はい、そうなんですね、うん、まあ、それよりもやっぱあ7回いっちゃったよみたいな、どうやって点取るよみたいな、そういう風に相手をはめていけると強い戦いができるんだけどもね、うん、まあ、だけど平内もこの前だし、中川も登録されたとしたら久しぶりだし、そうなんですよ、ね、で大勢はちょっと2試合やられた時期があったし、はい、だからそういうことがあるとやっぱこうちょっとまだ不安定だよね、はい、だからその不安定さをなくせればいいね。そうですよね、うん、ただ例えば前回中継ぎでピシッとイニング投げたのに次の試合のイニングでもう崩れてしまったりとか、波のある投手も、まあ、いるよね、まあ、それは若手の特徴だけどね、うん、そうですね、若手が多いんですよね今中継ぎ陣でね、とりあえずねフォアボールとか四球とか、はい、そういうことで崩れていくケースがものすごく多いんだよ。で平内はやっぱり向こう気が強いし、中川もコントロールいいしね、はい、だからそういうことではあまり崩れないような感じはするよ。大丈夫そうです、ね、でもバカみたいに向かっててガバーンと行かれる可能性もあるけども、まあ、だけどフォアボールで逃げ回ってさ最終的に捕まるよりはいいよね。
そうですね、勝負もう向かって勝負しに行った方が、だからまあでもそういう人たちが帰ってくるっていうのは心強いよね。そうですね。でまあブルペンにも若手投手がいて、若手もある程度安心感が出てくるかな、やっぱりいることによって、ね、先輩がいることによって、うん、まあ、ヘナは若いけどね、はい、大勢も若いけど、うん、まあ、中川がね帰ってきて、はい、まあいい兄貴役になれば、そうですよね、あ、これは頼もしいよね。7、8、9が例えば平内投手、中川投手、そして大勢投手となると、まあ、そこまで先発で行ったりとか、先発がちょっと早めに崩れたらそこで、まあ、高梨投手であったりとか、そういう投手を、まあ、ちょっと使っていったりとか、そういうことになって、あ、まあ、鍵谷投手もいますし、うん、まあ、まあ、使い方はね、まあ、鍵谷とかね、はい、ああいうのは多分ロングもイニングまたぎもできるだろうし、うん、まあ、やりようはいくらでもいるんだけどさ、うん、経験がいるポジションなんだよね、はい、先発ってやっぱこうね一生懸命投げてみたいな、まあ何回は何点、お、合格じゃないか。でも彼たちは1点も取られちゃいけないところだから、だからやっぱりある程度の経験と、はい、まあ、実績、まあ、そういうのがあるとより安心だよね。いや、ただね、長川投手がね、怪我明けなので、はい、無理してまた怪我とか故障とかにね、つながらないといいなっていうところ、まあそれはあるけどね、まあだけど、まあ2軍でもしっかり投げてるし、結果も出てるから、うん、まあ、そこら辺は大事だと思うんだけども、ただやっぱり1軍と2軍じゃね、力の入れ方がまたちょっと違うからね。そうですね、しかもその1軍での実戦から遠ざかってるっていうところが、うん、まあまあ、でも、チームがどういう状態なのかっていうのも知ってるだろうし。はい、そこら辺は理解してくると思うよ。もう鬼のような大車輪になってやるみたいなさもうそうですね、いや、ここに託すっていうところありますもんね、まあ、ロペス投手もねあんな感じだったので、まあ、昨日投稿したね、はい、3連戦を振り返るという動画を上げてるんだけども、はい、まあ、そこにも言ってるけどね、うん、やっぱ中継ぎ投手陣がやっぱ打たれ回っとるって言って、はい、で広島もって書いたら広島打たれてないとか言って、打たれとるやないかいなんでそうしたら逆転負けしてるんだよ、その1試合だけですって、1試合が大事なんやって言ってんのにさ、そうすると広島のことを嫌いなんですか、どうせ嫌いなんでしょう嫌いじゃないから、確かに、あの、そうですよね、広島、新井監督なんか大好きな監督の一人だから、そうですよね、うん、広島も、まあ、ピッチャー陣良かったじゃない、まあ、いいじゃないですか、先発な、はい、先発プラス中継ぎ陣もいいですけど、まあ、頑張ってる、はい、ただやっぱり打たれてるっていうところはあるので、やっぱり中継ぎ陣って大事なんですね、いや大事大事、うん、やっぱこ、まあ、先発がある程度ね、まあ、ゲームを作ってくれたら、うん、あとはやっぱ中継ぎ陣がどういうふうに試合をコントロールしていくかだからさ、だからこれはやっぱり大事だよね、でよりこう終盤シーズンになってくれば来るほど、やっぱり中継ぎ陣ってものすごく大事になってきますし、いや、まあ、大事だよ、だから昨日でもさ、あのナイターで中日戦やってたけど、ヤクルトと、はい、高橋宏斗頑張ってたよ本当に、あのクソ雨の中さ、小川もそうだけどあの雨でかわいそうでした、かわいそうだけど、2人ともめちゃくちゃ集中力高くてさ、はい、わあ頑張ってんなと思ってたんだよ、はい、でもなんかこう一つヒット打たれてチャンスが広がって、うん、で高橋宏斗が2点を失ってね、うん、はい、まあ、これはもうかわいそうな点の取られ方をしたんだけどもさ、うん、その後ね中継ぎが出てきて誰もゼロに抑えられなかったんだよ、はい、結局満塁ホームランが出ても何にもならないという、エラーでランナー出したやつがホームランで返されるとかさ、そうでしたね、うん、だからやっぱ中継ぎって試合がどうなるかわからないからやっぱ頑張っとかなきゃいけないんだよね、まあ、中日の場合は頑張りたいんだけど足引っ張るやつがたくさんいたから、ちょっとエラーがひどかったですから、ね、連続エラーだもんあれはもういや昨日エラーのスコアがすごかったですからね、だから神宮でエラーの点で負けてたの、昨日、あ、そんなことない、5点取ってるからなあ、でもエラーそのぐらいありましたね、4つあったの、そうですよね、うん、だから2試合で7個だよ、ちょっと多すぎですね、まあ、多いし、だからまあそういう風にして、まあ、中継ぎの足を引っ張っちゃいけないし、はい、3連戦のね振り返り、うん、3連戦終わったごとに出してるけどさ、はい、まあ、この前でも大城が満塁の時にマックブルームにホームラン打たれたけどね、はい、であれもその前の日にインサイド出したらデッドボールの押し出しだったんで、それを考えると赤星にシュート出せなかったかなって、やっぱなんかこうネガティブな方にこうずっと
っと回るよね。なあ、ここでやっぱ昨日の二の舞できないなとか、やっぱキャッチャーだと考えると思うんだよ。でキャッチャーのリードの正解ってやっぱ打ち取ったら正解だし、はい、打たれたら不正解なんだよね、うん、だからもうこれはしょうがない。だから正解がないんだけども、でも自分の持ってる一番いい球で打たれたんなら納得するっていうことは言えるじゃない、はい、それが多分シュートだったと思うんだけど、その前にデビッドソンに当ててんだよね。そうなんですよだからそれも頭の中によぎったと思うんだよ。だからチェンジアップいったと思うんだけど、だからそれをね、でも手が伸びちゃう。あの膝折りながら行きましたからね、マックブルーム。こう手を縮こませなきゃいけない。見事に持ってかれちゃいましたもん、ね、だから、まあ、ヘイラーもコントロールは悪くないし、はい、中川もコントロールは抜群に、まあ、そういう選手が帰ってくるっていうのはやっぱありがたいだろうな。大城はほっとしてる。いや、ようやく帰ってきてくれたっていうのはね、まあ、本当な。まあでもある程度信頼できるね、はい、あの中継ぎ陣が戻ってきてくれるっていうのは、まあ、ジャイアンツにとっては大きい。でも、はい、言っとくよ、はい、最後の切り札かもわからんぞ。これをこけたら知らんぞ。ちょっとこうドキッとする発言で。いや、本当よ、もういない、もうないか。だから先発を崩して外国人を誰か中に入れるかね。まあ、ロペスがあんま良くないし、良くないです、はい、良くないし、外国人の一角を誰か中継ぎに持ってくるとか。ビーディー、グリフィンあたりですか。ビーディーを中に入れてもいいかもな。ビーディー中に入れて先発をその分、だからその、外国人に、そうに持って行ってもいいのかなって。まあそのぐらいしかもう手がなくなるからね、中がダメだったら。グリフィンはある程度投げてくれるよね、はい、まあ、ビーディも俺はね勝てないピッチャーじゃないと思ってるわけ、はい、ただ巡り合わせが悪くて開幕行ったでしょ。相手のエースと投げ合って勝てるだけのものはあるのかなっていうのはちょっと疑問だけどね、はい、だけどゲームは作ってくれるし、あのメンデス、そうだメンデス投手、メンデス、はい、メンデスを先発に持っていってビーディを中に入れ る、うん、まあ、メンデスをそのまま中で使うかね、うん、だから、まあ、そういうやり方もあるよね。だある意味本当にこの中川投手が最後の砦ではないですけど、本当に巨人にとってはこの明暗分かれる重要な、もう本当にね一つ何か足りないんだよね。外国人ジャイアンツのウォーカーでもさ、代打ウォーカーって看板初球ぶち当てるんだからすげえやっぱ使いたいなと思ったら守備悪いでしょ。ブリンソンも、ブリンソンな、よし塁に出たと思ったら飛び出してるそうなんですとか、アウトカウント間違えるとか本当にね困ったもんなんだよね。だからまあ揃った選手っていうのはメジャーにいるんだろうけど、そうでしょうね、まあ、そこそこ揃っといてほしいよな。いや本当です。なんか帯に短し確かに長しになっちゃってるので、ね、中継ぎの話から総合的な話になるけどなっちゃいましたけど、いや本当にこの中川投手の復帰っていうのが明るくて、まあそうだな、うん、話題になって、ちょっと起爆剤になってほしいよな、長継ぎのな、はい、はい。